皆さんこれより建築組成力学入門その3として鉄筋コンクリート部材断面の組成解析についてお話しします。はじめに RC 部材断面の断層性解析をする上での過程について説明します。はじめに資金は完全断層性挙動をするものとします。 主筋は図に示すように引っ張り圧縮で対象な挙動をするものと考えます一方コンクリートの引っ張り応力は無視しますコンクリートの応力度とひずみ度の関係を図に示すとこちらのような挙動になりますコンクリートの圧縮強度をシグマ B その時の圧縮ひずみをイプシロン B 終局ひずみをイプシロン CU とします 次の仮定はこれまでと同じく平面保持の過程です断面の曲げ終局状態はコンクリートの圧縮縁歪みがマイプシロン c u 0 0 0 3に達した状態と定義します。さらに計算の勘弁のためコンクリートの応力度分布は矩形分布に置換できるものとします。 ここでコンクリートの応力度分布の扱いについて説明します。先に説明した通り、断面が終極状態の時のコンクリート応力度分布を矩形分布に置き換えることとします。すなわち A で表されているものが実際のコンクリートの応力度分布とするとこちらの B で表されているように矩形分布に置き換えて考えることにします。置き換える時の条件は 圧縮合力 CC の大きさと作用位置を A と B で変わらないようにするということですすなわち A と B において水色の面積に相当する圧縮合力 CC の大きさ並びに圧縮合力 CC の作用位置を両者で変わらないように図 B の2つの係数 αβ を定めるということです これに関してはすでに実験に基づいて提案されているものがあります。以下では単純化のため、アルファとベータの値は共に0.85として扱うこととします。なお、アルファの値はコンクリート強度によらず変わりませんが、ベータの値は高強度コンクリートになると0.65まで小さくなると言われています。 それではこちらに示す RC 単筋りの曲げ終極強度を考えることにします針幅は B、針性は D としますこちらの針には引っ張り側にのみ主筋が入っているものとします主筋断面積を AT、有効性を d としますここでは以下の2つのケースを考えることとしますケース A は主筋の引っ張り降伏がコンクリートの圧壊に先行する場合 もう一つのケース B は主筋の降伏と同時にコンクリートが圧壊する場合です。なおコンクリートの圧壊が先行するケースは検討対象外とします。これは変形能力が非常に小さいためです。解析に先立って RC 単筋針の曲げ挙動をイメージしてみます。横軸に断面の曲率、縦軸に曲げモーメントを取った図を描きます。初めはめ 主筋量、強度を控えめにしている場合ですはじめに曲げひび割れが生じますついで主筋が降伏しますこの時の曲げモーメントを降伏モーメントと呼びます主筋の降伏後は曲率の増大とともに曲げモーメントが緩やかに増大しますそして最終的にコンクリートの圧壊に至ります この時のモーメントを終局モーメントと呼び mu で表しますこのケースは変形能力に富む挙動となります次のケースを考えます今度は手筋量強度とも大きくしますコンクリート強度と張り幅は同じですこの場合手筋の降幅とコンクリートの圧帯が同時に起きますこの場合曲率が増大すると曲げモーメントを の大きさを保つことができませんこのように今度は変形能力に乏しい挙動となりますさらに次のケースを考えます今度は主筋量強度をさらに大きくしますコンクリート強度と張り幅は同じですこの場合は主筋降伏に至る前にコンクリートの悪化が生じますこの場合曲率が増加すると曲げモーメントを保つことができません このように今度は変形能力に非常に乏しい挙動となります。それでは、主筋幸福の先行する場合について、集極曲げモーメントを求めてみます。左が梁断面、真ん中が歪み度分布、右が応力度分布を表します。図に示すように圧縮口歪みはマイナスイプシロン cu に至っています。一方の引っ張り鉄筋の歪みは航空歪みを超えていると考えます。 仕上がって資金は引っ張り降伏をしている状態となりますここで応力度分布に着目しますはじめにコンクリートの応力度分布を区形に置換します置換前の応力度を点線、置換後の応力度を水色の区形で表しますこれより軸方向力の釣り合いを考えると式1が得られます 1> 式1から中立軸の位置 XN を求めると式2が得られます中立軸の位置が求まったのでこの時の曲げモーメントを計算しましょうはじめに応力中心間距離 J を求めますこれはコンクリートの応力度分布を計算が楽なように矩形に置き換えたので式3のように得られますこれを使って針の終局曲げモーメント MU を求めます 主筋の引っ張り力は断面積 AT× 降伏応力度 σy 腕の長さが式3の j なのでこれらを用いると式4で表されることになります。なおこの点線の部分は中通常の針では0.9程度となります次に主筋降伏とコンクリート圧壊が同時に生じる場合について考えます。 図に示すように、圧縮縁歪みはマイナスイプシロン cu に至っています。一方の引っ張り鉄筋の歪みは勾配歪みに等しいと考えます。この時の歪み分布より、曲、えー、率 fyu は式5で表されます。これを中立軸の位置 xn について解くと、式6の関係が得られます。 ここで軸方向力の釣り合いより得られる中立軸 XN の式2と先ほどの式6を統治します。これよりこの関係が得られます。ここでこの時の引っ張り鉄筋比を PTB で表すと、こちらの式7で表されることがわかります。この式7で表される引っ張り鉄筋比のことを釣り合い鉄筋比と呼びます。 ここで RC 探検針の曲げ終局挙動のまとめを記します。主筋の引っ張り幸福の先行する時の終局曲げモーメントはこの式4で表されます。この式4の適用条件はこの式7で表されます。すなわち引っ張り鉄筋比 PT が釣り合い鉄筋比 PTB より小さいことが条件となります。 一般的な腹筋張りの場合、終局曲げモーメントはこちらの式8で簡単に計算可能です。この式8は式4の括弧の部分を0.9と置いて得られる式になります。次はこちらに示す RC 柱断面について考えることにします。柱幅は B、柱性はラージ d とします。この断面では 引っ張り圧縮側ともに等しい断面積の鉄筋が配置されているものとします引っ張り側の鉄筋は引っ張り降伏一方の圧縮側の主筋は圧縮降伏圧縮縁の歪みはマイナス -0.003 に達し終極強度に至っているものとします左側に柱断面右側に応力度分布を示します なお圧縮軸力 nc は圧縮を正とします中立軸は圧縮縁から xn の位置にあるものとします引っ張り側の主筋は引っ張り降伏しているので応力度はシグマ sy 圧縮側の主筋は圧縮降伏していて応力度がマイナスシグマ sy コンクリートの応力度は こちらに示すように矩形分布で扱うものとします式並びにコンクリートの引っ張り圧縮合力の釣り合いを示しますはじめに軸方向力の釣り合いを考えると圧縮軸力 NC が式9で表されます一方、図針軸でのモーメントの釣り合いを考えると終極モーメント MU が式10で表されます 式式9と式10をこれから整理しますはじめに式9より中立軸の位置 XN を求めると式11が得られます。これを式10に代入して整理すると式12が得られます。以上のように終局曲げモーメントの算定式として式12が得られました。 一方、終曲げモーメントの実用式は、軸力がこちらの範囲ののの場合、ここ式13で表されます。この2つの式の違いは第2項のここの分母です。式12ではコンクリートの応力度分布を区形に置換した時に出てくる係数0.85が残っていましたがこちらの式13ではこれを省略したものとなっています。 ここで終局時の歪みの分布について見てみましょうはじめに圧縮鉄筋の圧縮降伏とコンクリートの圧壊が同時に起きる場合ですこの時の歪みの分布よりこちらの式14が得られますこの式に式11を代入して整理すると式15が得られます この式15で表される軸力 NCA は式12を誘導する際の仮定が成立する圧縮軸力の下限値となります。続いてこちらの歪みの分布を見てみましょう。この時は引っ張り鉄筋の引っ張り降伏とコンクリートの圧壊が同時に起きる場合です。この時の歪みの分布よりこちらの式16が得られます。 先ほどと同様、この式に式11を代入して整理すると、式17が得られます。この式17で表される軸力 NCB は、式12を誘導する際の仮定が成立する圧縮軸力の上限値となります。この NCB のことを釣り合い軸力と呼びます。ここで、 終局時における RC 柱断面の軸力曲げモーメント相関曲線を考えてみます断面所限ですが柱幅と正は共に 600mm 主筋断面積は1284平方 mm とします一方コンクリートの圧縮強度シグマ B は 24MP 主筋の降伏強度は 380MP とします こちらに算定した結果を示します。横軸に終極曲げモーメント MU、縦軸に圧縮軸力 NC を取ります。図中には先ほどの NCA、NCB も合わせて示します。ここで図中に示す生産値は平面保持の仮定に基づき、中立軸を与えて応力度分布を定め、これと釣り合う軸力と終極曲げモーメントを算定したものです。 まず式12と生産地の比較ですが図より式12は圧縮軸力が0から NCB までの広い範囲で生産地と一致していることがわかります。特に圧縮軸力が0から NCA の範囲は厳密には式12を誘導するときの過程が必ずしも成立していない範囲です。しかしながら生産地との差は非常に小さいことがわかります。 一方の式13に関しては、圧縮軸力 NC の小さい範囲で他の2つとほぼ一致していることがわかります。なお、通常の柱断面の設計では、圧縮軸力 NC があまり大きくない範囲で行うことが多いです。具体的には、圧縮軸力が0から釣り合い軸力 NCB までの範囲になるようにすることが多いです。 これは圧縮軸力 NC が釣り合い軸力 NCB を超えるとコンクリートの圧壊が先行して変形能力が乏しくなるのが大きな理由です。以上よりここでは鉄筋コンクリート部材断面の蘇生解析についてお話ししましまたはじめに RC 部材断面の終局状態をコンクリートの圧壊で定義することを説明しました。 圧縮縁の限界歪み εcu の値は一般的に0.003が用いられていますこれに基づき RC 針断面の終極曲げモーメントの式を導出し実用式を示しましたこの式は通常の腹筋針で使用できます次いで釣り合い鉄筋比 PTB について説明しました 引っ張り鉄筋比 PT が釣り合い鉄筋比 PTB より大きい場合コンクリートの圧壊が先行して変形能力が乏しくなります次いで RC 柱断面の終局曲げモーメントの式を導出し実用式を示しました次いで釣り合い軸力 NCB について説明しました 作用する圧縮軸力 NC が釣り合い軸力 NCB より大きい場合、コンクリートの圧壊が先行して変形能力が乏しくなります。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。